いや、考えている時はしんどかったけど、こうやって皆さんの前で発表できて少しホッとしている部分があって気持ちもだいぶ落ち着きました。やっぱりみんなにはなかなか言えなかったんで、年の近い、健介だったりとか、先輩である高橋さんとかそういう方には伝えたけど、やめるわって言って、今までずっともうやめないやめないって、話してたけど、やっぱりいろいろ考えて決断して、健介も寂しくなりますねって言ってくれたんで、ちょっとうるっときましたね。明日から、その1試合のために体仕上げないといけないです。最後マウンドに行ってみんなでハイタッチできるっていうのが一番の喜びではありますね。はい、そうですね、最後にマウンドに集まってみんなでハイタッチしたいですね。まあそのためにはみんな打って点数取ってくれないとそこだけ期待して守りに行こうかなとは思ってます。はい、やっぱこう気持ちいいんですかね、最後こうハイタッチして戻ってくる感じ、かっこいいじゃないですか。いや気持ちいいですよ、ぜひ一回は体験してほしいやっぱチームプレーっていいですよね。